ここ。なら煮炊きできそうだな。やれやれ。大丈夫？ああ、ちょっと執行隊員の時のことを思い出してな。俺もぐちゃぐちゃな気持ちのまま親父をこの手で捕まえて。ロウ、悪い。今あいつを探すことに集中しようぜ。無事につけたな。
水中に何かいるぞ。
フル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 。一時はどうなることかと思いましたが、ローもリンレルも強くなりましたね。ああ、心配は杞憂だったな。二人とも目を見張るほどの成長ぶりだ。私は心のどこかで二人はまだ守るべき子供だと思っていたのかもしれませんけれど、そんなことはないのですね。少し寂しい気もしますが。確かに庇護者としての寂しさはあろうが、仲間としては頼もしい限りだろ。ええ、もちろんです。悩みがありそうな人を見かけました。旅は道連れ世は情け、声をかけてみるか。
この…チェ…おい、え？な。うまくいかないもんだな。炎の剣がどうこうってそういうことじゃないのに。ジルファの名を出さなかったわね。いつまでも頼ってちゃダメだと思ったんだ。俺だって彼らの気持ちはよくわかる。だがそれでも俺は自分自身の言葉で語ろうとするのはとても大切なことだわ。でも疲れた時に休息を取るのも同じくらい大事よ。今日は…あ、わかった。下で休めそうね。どうした？お前は愛も変わらずの弱腰ぶり、ヘドが出るわ。お前は死んだはずだ、ボルラン。ほう、ならばこの俺は何者だ？ただの夢、ただの幻だ。そう思うか、教えてやろう。俺は貴様にこの世の真理を告げる者よ。友情だの信頼だの、貴様が信じる者がいかに脆く儚いか。やめろ。貴様が救おうとしている者どもがいかに身勝手な存在か、とっくに気づいているはずだ。奴らをまとめる唯一にして最良の方法。やめろ。恐怖だ。血を刺されて頭に血が昇った。下げたの。黙れ！雷が一瞬。我が力。どう無造無造の打ち蹴らずもをまとめる。だが力による支配、恐怖の鎖で縛り合い、意のままに引きずり回す。支配し、すべてを踏み死に這わせるがいい。やめろ！俺はお前とは違う！
東流煉瓦山死ぬ明日止め三日月よ雷が一閃我が力三日月よ存分に味わえ明日止め大変なく己の欲のままに要求し続けるだけの存在を与える限りはなびく満たされねば進むく社長ならば強者の導きこそ慈悲というもの支配のための理屈命を下す死ねっ王は一人他は全て消えろいたいた俺の中の炎が全てやらせない貴様雷が一閃いたつけよ剣を取れすでに水で支配この炎これでいける東流煉瓦山知り合ったあったとめ雷が一閃我が力を存分に超えるあったとめここは通行止めだ俺は嫌だもっと早く縛られることもいつもあったわめき散らすばかりでは反論にもならんぞそれほど真実を認めるのが怖いか力と恐怖は真偽に勝るということをそれとも貴様も無知の痛みを知れば目が覚めるかカンナ確かに俺は無知の痛みを知らない撃たれた時は痛覚がなかったしなそれにお前の言うこともわかる人は勝手なところがあるそれは事実だもっともらしい理由で自分の欲を包み隠して言う何度も見たそれでも俺は抑えつけない道を選ぶあくまで拒むかだが俺を滅ぼしたければ力によるしかないぞどうかな確かにそうすれば滅ぼせるかもしれないだがそれは俺自身がお前になるだけだ恐怖で人を縛ってその上に立っても今度はいつ転落するかその恐怖に怯えることになるそれは結局奴隷と同じだお前はボルラーンじゃない俺の迷いが生んだただの影だだとしても貴様を飲み込むに足る力を持った影を滅ぼさずして何とする
俺から生まれたものなら、それは俺の一部だ。このまま抱えて生きていくさ。どこまでも堕弱な。ならば行くがいい。いつか影に飲まれる夜が来ないよう、せいぜい用心することだ。お前の脅しにはもう慣れた。だが、忠告はありがたくもらっておくよ。おはよう。まだ寝足りないみたいね。そういうわけじゃ。ただ。ただ？夢を見た気がするんだ。夢を？どんな？それが覚えていないんだ。何か大事なことだったような気がするんだが。どんな夢だったにせよ、昨日よりは疲れてない顔をしてるわね。言われてみれば肩が軽い気がするな。行きましょう。まだまだすべきことはたくさんあるわ。ああ。諦めはしない。大体隠れてるじゃねえか。フルフ。何を見ているの？なんだろう。目の前の世界をかな。今までと同じものを見てるはずなんだ。それなのに何か新しいものを見てるような。ずっと目の前にあった壁のようなものがなくなったみたいな。うまく言えない。吹っ切れて見方が変わった？そうなのかな。いや、そうかもしれない。俺は怖かったのかもな。人々に失望されるんじゃないかって。ああ、それで思い出した。覚えてるか、ボルラーンが最後に俺に言ったこと。この先あなたが歩むのは裏切りと失望に満ちた汚辱の道だったかしら。英雄を望む声に応えようとし続けていたら、あいつの言った通りになってたかもしれない。もちろんこれからだってきっと裏切られたり失望したりすることはあるんだと思う。それでも自分で選んだ結果なら受け入れられる。自分で選ぶ限り俺の主は俺なんだ。不思議だな。心のあり方一つでこうも違うなんて。やることが大して変わるわけでもないのに。あなたは自分を解放した。今のあなたはあなたの顔をしているわ、アルフェン。ありがとう。ありがとう、シオン。ここまでは無事に着けたな。
風に乗ってひとっ飛びだったらよかったのに。見覚えのある景色は安心するな。